柔軟体重と、はい、大きく見事勝利しました。はい、今日の試合振り返ってみていかがですか。そうですね、勝つことができてよかったなっていうのと、やっぱり2試合連続オービックさんと戦うことになってて、まあ、その2戦ともまあ、ギリギリの試合だったんですけど、そこをチームとして勝つことができたっていうのはすごい自信につながることだと思うので、良かったなって思います。はい、ゴン自身は今日5回で55ヤードでした、はい、まあ、いいところでもキャッチしたと思うんですけど、はい、まあ、前節のオービック戦でも7回70ヤードでした、はい、いかがですか。そうですね、一発目長いパス落としてしまったっていうのもあって、個人的にちょっと上がってしまってた部分もあったんですけど、まあ、チームの中でいうと、まあ、オフェンスの中でも順平さんとかが短いパス取ったりとか、中距離のパスを取って着実に前に進めてるのを見て、まあ、とにかくオフェンス前に進めないと勝てないっていう意識に切り替えたんで、まあ、途中でその意識の切り替えができたのが良かったのと、まあ、特にそのヤード数とかタッチダウンっていうのは気にせずに、とにかく勝つこと、その出されたアサイメントに対して自分の役割をちゃんと遂行するっていうことに意識してたんで、まあ、その結果が、まあ、ヤード数とかタッチダウンにつながったのかなっていうふうに思います。仲間のプレーを見て落ち着いたっていうところ。そうですね、ちょっとあります。はい、じゃあ次はいよいよ次戦は1月3日ライスボールで相手はパナソニックさんに決まりましたけど、はい、そこに向けてどのような準備したと思いますか。そうですね、1回負けた相手でもありますし、まあ、チームとしてはこの2回勝ったっていう自信を持ってやっていけばいいと思うんですけど、まあ、ちゃんと相手のことは分析して勝つ取り組みをして、絶対勝てるように、観客も満員というかフルで入れるっていう風に聞いてるんで、まあ、かつテレビでも注目される試合だと思うので、皆さん応援してくれる方のためにも活躍して勝利導けたらなというふうに思います。どんなところを見てもらいたいと思いますか。そうですね、球際のところですね、DB と競り合ったところでキャッチするところで、1対1の勝負でしっかり勝ち切るっていうところを見てほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。